です。今回はですね何これっていう量だと思うんですが、コストコで9万5000円分お買い物してきたので、購入品紹介をしていきたいと思います。イエーイ。待って2人暮らしなんですけどっていう感じなんですけど今日からたくさんね大食い選手権していきたいと思います。ということでどうぞ。量が多すぎて大声になっちゃうということでサクサク紹介していきたいと思います。もうさ埋もれちゃってて見て私が埋もれてんの。生物じゃないものもとりあえずここにドドンって置いてて、他にもにお肉とかお魚とかも買っているので台所の方で紹介していきたいと思います。今回さ本当にこんなに買うつもりなかったというか、別に金額決めたりせずに普通に買い物したんですけど、欲しいものを全部買ったらカードの更新料が必要で、その金額もこの今回のレシートの中に含まれているみたいなので、まあ、細かく言ったら多分9万円ぐらいかなと思います。1つ目がじゃーん、モフモフの膝掛け買いました。まあ、まだまだ1月ということで寒いので、ソファーの上とかに置いて寒い時にこうかけたりとかしたいなと思って購入してみました。めちゃくちゃねふわふわで、でふわふわの割に意外と毛が飛ばないので、それがいいなと思って買ってみました。はい、こちら紅茶です。これはアールグレイの 100% スリランカ茶葉使用。アールグレイってスリランカがね一番有名だと思うんですけど、そこの紅茶が売っていたので気になって購入してみました。賞味期限が2023年の11月ってことで、結構ね1年以上あるので長くていいかなと思います。なんていうの、この三角形のティーバッグに入ってるから綺麗にね紅茶が出て美味しく飲めるっていう感じですね。最近紅茶にハマってます。じゃん、メディキュットのパジャマです。 M サイズと L サイズがあったんですが、私は M サイズを購入しました。2個入ってるんだってこの中に。ですっごい柔らかいって書いてある。約6倍の柔らかさって書いてあって何に対して6倍なのか、何に対して6倍の柔らかさなのかは分かりませんが、なんかすごい柔らかくてあったかい、そしてメディキュットってことなので多分こうキュッと足を補足してくれるやつですね。私メディキュット結構好きで、いろんなシリーズがあるのでたまに買うんですけど、これをね初めて買ったのでどんな感じか楽しみですね。次こちら、これはケイソリアツハイドロシルクって書いてあるけど、ハイドロシルクっていうブランドなのかな。取り替え用の歯が3個ついてて、でもともと1個付属のこの歯がついてる現品サイズか、現品のものが1個と、あと産毛剃りも1本ついてて、めっちゃお得なセットになってます。結構ね毛剃りもともと使ってたやつ長く愛用してたので、もうそろそろ替え時かなと思って購入してみました。いや熱い。次どうしよう、何から、食べ物以外、はい、こちらじゃん、ちょっと美容系っぽいものも購入してきちゃいました。 TBC エステティックマスク、これ32枚入りがなんと2箱も入ってます。使ったことないのでわからないんですが、かなりねひたひたに美容液がたっぷり含まれてるパックっていう感じで書いてあったので使うの楽しみです。次はこちら、じゃん、蒸気でホットアイマスクメグリズムの27枚入りです。これねすごい良くて、ラベンダーの香りと柚子の香りとローズの香りの3つの種類が入ってます。で27枚入ってるみたいで、ラベンダーが12枚、柚子が10枚、ローズが5枚っていう感じで、なんだか枚数が違うんでしょうかね、はい、我が家は多分柚子が人気かなと思うんですけど、柚子は10枚入ってるみたいですね。まあ、寝る前にねたまに気分で目が疲れてる時とかに使います。じゃん、チョコラ BB ロイヤル2、辛い疲れにって書いてあって、なんかたまに喉が痛くて、あなんか明日風邪ひきそうだなとか風邪気味だなっていう時がたまにあるんですよね。なんかそういう時になんか何もせずに寝るよりも、こういうなんか次の日なんかちょっとでも元気になりそうなものを摂取した方が対抗できるというか元気になるんじゃないかなということでやってみました。これもねたまにコンビニとかで気分で買ったりするんですけど、なんか定期的にこう飲んではいなかったので、定期的に摂取したらどんな元気な感じになるんだろうと思います。結構いっぱい入ってるんじゃないかな、これ10本も入っているので。チョコラ BB って多分
疲れにもいいけど、お肌とかにもいいと思うので、肌荒れしてる時とかにもいいんじゃないかなって思います。調べてちゃんと飲んでみたいと思います。よいしょ、じゃん。これも超お得じゃない？これ何？なんだろうこれ。ガムデンタルリンスっていう、なんかぐちぐちペーするやつです。なんか矯正をね始めるんですけど、それにあたって、まあ、いつも以上にちゃんとケアをしていきたいなっていうことで、今まで歯磨いてる時は普通の水でね、ぐちぐちペーなんていうの、ぐちぐちペーってなんていうんだ、はい、あのまあしてるんですけど、それのちゃんとしてるやつ、うがいだそうです。うがいをする、ちゃん、あの水じゃなくてちゃんとしたやつ、これがね3本も入ってるの、多分お得なんだと思います。はい、ちょっとこれは毎日今日から使っていこうと思います。これサクサクやんないとやばいね。じゃーん、ナザールのスプレー。これさ、めっちゃお得だったの。なんか普通700円とか私買ってた時ね、した記憶があるんですよ、薬局とかで。だけど1個500円ぐらいで、まあ3本入って1428円で買えたので、すごいお得だった。はい、これも買いました。あとはちょっとこのハサミも、これは料理したりとかする時用の、キッチンで使う用のハサミを2個買いました。2個セットでちょっとお得になってたのかなと思うんですけど、やっぱねこういうハサミって結構水回りで使うので錆びやすいし悪くなりやすいので、まあ、結構ね1個前のやつも使ってたのでちょっと買い替えてみました。よいしょよいしょよいしょ、こちらの、はい、もうもはやこれで紹介するんですが、クリネックスっていう、まあ普通にいろんなところで売ってるティッシュですね。なんか私のうちはもうちょっと大きめのティッシュを通常の時使うんですけど、顔洗った後にこれで拭くのが好きで、タオルで拭くとニキビができやすいっていうことをね知ってから、ティッシュでなるべく顔洗った後拭くようにしてるので、それ用に買ってみました。柔らかくないティッシュの方が顔を拭く時はモロモロしてこないので、ちょっとぐらい硬いティッシュの方がいいかなと思います。じゃじゃん、フロッシュっていうの、ドイツ生まれのフロッシュです。めっちゃ大きいのこれ。普通でスーパーで売ってるやつよりもすごい大きいサイズに売ってました。これはノンアルコールだし、あのね、しっかり洗えるのにお肌にも地球にも優しいらしくて、天然アロエベラエキス配合ということで、すごいねお肌使っててもしっとりしてるのでおすすめです。次はこちら、まあ、女の子用の幸せ素肌の、これは昼用、多い昼用ふんわりタイプ 22.5cm、 同じく夜用も買いました。私この夜用の370の大きいのが好きです。なんか怖いじゃないですか夜とかって、なので大きめのを、はい、買いました。こちらカビキラーですね。本体が1本ついてて、詰め替えがなんと2個もついてるキッチン用のアルコール除菌です。まあ、キッチン周りってね、私なかなか毎日拭く癖をつけないとなっていう感じで、あのしょっちゅうカピカピに、ね、なってるものとかが固まってたりするので、これでちゃんと頻繁にね、あの拭いていこうと思います。よいしょ、こんな感じのランドリーバッグを買いました。はい、超でっかくて、私が体育座りしたら私が入りそうなぐらい大きいバッグなんですけど、なんかね布のランドリーバッグなので、使わない時は畳んでしまっておけるっていうところもいいかなと思います。幅を取らなくてね。で、まあ結構さ、普通のプラスチックのランドリーバッグだと静電気がね起こりやすくて、ゴミとかあの髪の毛とかがねよくカゴにペタってすごくなんかくっついてるんですよ。それがめちゃくちゃ嫌で、拭いてもね結構なんか汚かったりするんですよね。なのでこれだと静電気が起きにくいし、使わない時は見えないところにしまって畳んでおけるのですごくいいなと思って、とりあえず1個買いました。次、みんな使うやつですね、はい、たわし？スポンジ？パワフルネットスポンジだそうです。めっちゃ入ってる。これ何個？ 6×2 12個入ってます。いやもうさ、主婦のやつばっかり買ってるんですが、こう見えて主婦ですね私は。ジョイのラクピカウェットシート、お得な4パック入りです。はい、あとはねちょっといい割り箸、黒竹箸50個が3袋だから150本入ってるってことかな。次、え、これめっちゃ嬉しかったんだけど、出会った時超嬉しかったんですけど、あ、食べ物ここからいきますね。じゃん、グミサプリ鉄&葉酸。このグミサプリ私大好きで、しょっちゅう食べてるんですよ。毎日食べてて、
大好きなんですけど、あんまり売ってるところがなくて、たまに見つけたら買ってきてもらったりしてて、自分ではなかなか見つけられないっていう貴重なグミだったんですね。でそれがなんと箱で売ってたんですよ。めっちゃ嬉しかった。これ見つかった時すごい嬉しかったです。はい。でこれでね、鉄がすごい取れるみたいで、私本当に鉄不足がすごく深刻すぎて、病院でね鉄の薬をねなんか処方されたぐらいすごい鉄不足の人間なんですけど、まあ、1日2粒目安っていうふうに書いてあるんですけど、私はもうちょっと多めに飲んでます。はい、まあ、参考にしなくていいと思うんですけど、いっぱい私は飲むので、飲むっていうか食べるのでいっぱい買いました。でこれがもう よかったっていうか大好きなので、いっぱい食べるから2箱買いました。これはね、あの鉄不足の方とかめまいしちゃう方とかね、女の子は多いと思うんですけど、ぜひ試してみてほしいです。グミの味自体が美味しいの。だから薬とか苦手な方でもこれで補えると思います。あったあった、机の上にあったんだけど、これがいっぱい入ってます。こんな感じのちっちゃいグミなんだけど、おいしいです。これも買いました。なんか包丁2本と、え、あとこのまな板もついてんじゃないのかな、包丁2本だけかな、これ。ちょっとちっちゃい果物ナイフみたいなやつと、いろいろ切れそうな大きい包丁の2本セットかな、買ってみました。こちらはこんな感じのバラエティパック、コンテナ&スクリューロック24個入り。なんかこれで、まあ、デザートとか汁物とか、まあ、何でも入れれる、お菓子入れとかにもできるし、まあ作った料理の余りを入れたりとか、結構これがあることによって冷蔵庫がスッキリするんじゃないかなと思って、こんな感じでね使います。結構ね、私あの料理は最近やっとできるようになってきたかなと思うんですけど、料理終わった後の残り物をなんかつい処理を怠ってしまって悪くしちゃったりとかしがちで、せっかく作ったのに1回しか食べないまま悪くしちゃったりするので、ちゃんと冷蔵庫に保管して1日2日持つもの3日とか食べていけたらいいなと思って、あんまりこういうの使ってこなかったんですけど、買おうって思って買ってみました。ちょっとこういうのね、使い慣れてる方にぜひ教わりたいぐらいですね。はい、何日持つとかさ、分かんなくない？食材って、なんか自分で作ったものとかってさ、冷蔵庫で何日持つんでしょうか。皆さんぜひコメントで教えてください。こちらじゃん、初めて買いました。こんな感じのもう一気に丸々売ってるパンです。こちらが国産ミルクブレッドっていうことで、なんかこれで使われてる原料が 100% 日本のもので作ってくれてるみたいです。でこれね、水を使わないで作られているパンということで、牛乳でなんか作ってくれてるミルクブレッドっていうことです。すごい美味しいって噂を聞いて、なんかそれこそさ、3個このもっちりがついてるから、もうお母さんにあげたりお姉ちゃんにあげたりで、自分家とかでももちろんいいと思うし、あの冷凍も OK っていうことなので、1斤だけ自分で1日2日で食べちゃって、あとはもう冷凍しちゃってもいいかなと思います。そう、これ美味しいからさ、みんなで分けて食べたりしたら絶対嬉しいと思うので、ぜひ皆さんも行った際は買ってみてください。はい、みんなね美味しいって言ってたんで多分そうこちら、いやこれはさ、もう大好きで行ったら毎回買うんですけど、クロワッサンです。私ね、クロワッサン大好きなんですよ。まあ、クロワッサン嫌いな人あんまりいないかなと思うんですけど、本当にもう焼くだけで美味しいので、バターとかも塗る必要ないし、朝もうクロワッサンだけあればなんとかなるぐらいね、あのクロワッサンってすごく美味しいので買ってみました。じゃーん、めっちゃ可愛くない？熊の蜂蜜カナダ産だそうです。はい、これもね、なんか結構有名ですよね。結構買ってる人が多い印象の蜂蜜で、私しかね、我が家は蜂蜜をあんまり食べないので、こんなにあってもなって思ったんですけど、まあ使っていくかなっていうことで、はい、頑張って食べていきたいと思います。次がワイン系がね、正直どれがどれだかちょっと分かんないんですけど、赤ワインを2本まず買いました。これとこれ、あのラベルを読んで、なんか有機栽培されてるワインだったりとか、なんか魅力的な内容のものをいくつかピックアップしてみました。まあ、だいたい1500、600円ぐらいから、高くても2、3000円ぐらいのものを買ったよね。はい、赤ワインは我が家はそんなに頻繁に飲むっていうほどでもないんですけど、今回いっぱいお肉も買ったので、お肉に合わせて飲むために選んでみました。で白ワインは、シャルドネがね、私の推しというか2人とも好きなので、白ワインはシャルドネって書いてあるものをメインに
選んでみました。で1個だけシャンパンかな、まあ、全部そんなにめっちゃ高価なワインとか使ってないんですけど、どれも美味しそうな内容だったので飲むの楽しみです。じゃーん、オリーブオイル、これも有機オリーブ油っていうことで有機栽培されたオリーブの油だそうです。結構さ、オリーブオイルって意外と酸化しちゃうのが早くて、開封してから1ヶ月ぐらいで使い切らなきゃいけないとかね、いう記事を見て、えみたいな。大体オリーブオイルってすごいでっかいじゃないですか、一本一本。そんなに1ヶ月でオリーブオイル1本なくなる家ってどんぐらいオリーブオイル使ってるのって感じなんですけど、ちょっと頑張って美味しいうちに食べていきたいなと思います。2本セットでね、そんなに高くなかったし美味しいですよってコストコのね、あの店員さんもおすすめしてくださったので、すごく美味しいんだと思います。ただこれこういう感じでね、なんかついてるんですよ、蓋みたいなのが。でもこれがね、真空パック用、真空してくれる蓋がついてるんですけど、どうもこれがすごく使いづらいらしくて、全然これね、はまりにくくてイライラしますってコストコのお姉さんが言ってました。だからこれは使わずに100均で購入したこういうねやつに詰め替えて、もう使いやすくして使っちゃおうかなと思います。で早めにね、こういう風に入れたものは酸化しちゃうと思うので、なるべく早めに食べきって、で使わない分はちゃんとあの蓋して取っておこうと思います。はい、ここからは冷凍食品とか要冷蔵のものを紹介していきたいと思います。まず1つ目がこちら、ミニピザです。これさ、びっくりするほどね、ちっちゃいの。見て、ちっちゃくない？小人小人サイズなの。もうびっくりしちゃったこんなちっちゃいと思ってなくて、ミニピザって言ってもさ、これぐらいあるかなと思ったのよ、まさかのこんな感じで。でもいっぱい入ってた、24個入りだそうです。ちょっとした小腹空いた時にさ、なんか3時のおやつとか、ご飯食べるにはまだ早いけど、ちょっとお腹空いちゃったなっていう時とかにいいと思います。さっきさ、大好きって紹介したこの鉄&葉酸のグミサプリ、それのビタミン C バージョン初めて見たんですけど、これもね美味しそうだなと思って、体にもいいしお肌にもいいしね、試してみたいなと思って買ってみました。これは初めて買ったので1箱だけ買ってみました。でもこれいっぱい入ってるからね、10袋入りなので、はい、頑張って食べていこうと思います。グミサプリ買いすぎじゃねって感じなんですけども、結構ね食べるんですよ意外と。はい、じゃーん、超でかいの、これも麹味噌購入しました。でかいの分かる、でかさ顔より大きいかもね、はい、こんなに大きい味噌すごくない？これが有機大豆、国産米、無添加、たっぷり 1.8g キログラムということで、大きいのを買いました。私は我が家は味噌汁が大人気でして、朝とかねよく作るので、それ用に買いました。これ食べたことないから美味しいか分かんないんですけど、なんか多分美味しそう見るからに多分美味しそうな感じがする。よいしょ、あとちょっと食品じゃなくて申し訳ないんですが、これもビオデルマのサンシビオ H2OD、これ有名ですよね。1個セットでちょっとお得に売ってたので気になって買ってみました。まあ、使ったことあるんですけど、フランスのね有名なクレンジングウォーターっていうことで、お肌にもすごく優しいし、結構私ねスウォッチすることが多くて、手にいっぱいねあのコスメとかをつけるんですよ。でその時になんかわざわざクレンジングで洗うのはめんどくさいじゃないですか。でそういう時にこういうねあの水があるとコットンに濡らしてバーってね手拭いたりとかできるので、顔に使う以外も何かとあのメイク落とし使うので、2本セットのお得なやつを購入してみました。よいしょ、はい、ということで、はい、という待って、なんかすごい髪の毛、前髪がなんか超ハゲ散らかってる人いるハゲ散らかってんだけど、そうでしょはい、ということでキッチンの方に移動してきました。食品を紹介していきたいと思います。はい、まずこれ、じゃーん、これねめちゃくちゃ美味しいの、果物屋さんの柔らか白いちじくっていう感じ、白いちじくなのかはよくわかんない、黒く見えるけど
すんごいこれ美味しいです。イチジクの干し物って結構ね当たり外れが激しくて、表面の皮が硬すぎるものとか、筋がね結構なんか口に残るタイプのものだったりとか、結構ちっちゃいイチジクだったりとかいろいろあるんですけど、これはね前回買った時めちゃくちゃ美味しかったんですよ。びっくりしてバブにもいっぱいあげたんですけど、バブも超ハマって、その後ねバブがあのコストコに行った時にこれねいっぱい買ってきてたぐらい、本当にこれ美味しい、美味しすぎて2箱買いました。これね通販で買えるかなと思ってアマゾンとかさいろんなところでこの白いちじく調べてみたんだけど買えないのよ。だから本当にコストコでしか売ってないと思う。どこで買えるのか気になる。なんかコストコでしか買えないからこそ、なんかこんなに美味しいのにもったいないからみんなに食べてほしい。ぜひコストコに行った方はみんな買ってください。これあのイチジク好きな人はね絶対みんな好き。こんな大きいんだよ。すごいしっとりしててプチプチがたまらない。じゃあここからはサクサク紹介していきます。いちいち食べたりしません。まずこちら初めて買いました平飼いの卵です。私ん家はですね平飼いの卵をなるべく買うようにしてて、スーパーとかだと売ってるんだけど、コンビニだとねなかなか平飼いって売ってないんですよね。平飼いの方が元気に生き生きと育った鳥さんたちの卵っていうことで、ありがたい恵みですね。はい、続きまして鮭です。銀鮭を購入しました。これもね有名だと思うんですけど、これもねめちゃくちゃ美味しいんですよ。これも前回かな前々回かな買って、でもう本当に 3,4 匹以外は全部冷凍して、あの1ヶ月ぐらいかけて食べたんですけど、本当にね最後の最後まで臭みとかも全然なくて新鮮で本当に美味しいで、結構ねぶっといので半分に切って通常のスーパーで売ってる一切れぐらいになるんですよ。だからかなりお得だと思います。2315円だけどもう何日持つっていうぐらい超持ちます。はい、これはすごい美味しいので冷凍して朝焼いて食べたりとか、もうね塩味がついてるのであのすぐ食べれるやつですね。続きましてこちらブルーベリーです。オーガニックブルーベリー、これもさ量が超多くて、ブルーベリーって普通に買ったら多分ねオーガニックのブルーベリーだったら特に超高いと思うんですけど、ここだとねお得に買えるのでヨーグルトと一緒に食べたりとか、まあ、洗ってそのまま食べたりとかしてもすごい美味しいです。でこの前も買ったんだけどなんかプチプチしてて、なんかね皮がしっかりしてるんだけどずっと口の中に残る皮っていう感じでもなくて、すっごい美味しかった。結構甘かったし長い間持ちましたよ。結構なんかぶよぶよにならないというか最後まで、まあ、もちろんすごい長くなったらあの悪くなると思うんですけど、ある程度まで食べたら生で、まあ、残ったら冷凍して冷凍で食べても美味しいです。これ初めて買ったんですけど、アメリカ USA ビーフサーロインニューヨークカット長いなんかヘアカットの名前みたいですね。牛さんのものですね。はい、あのコストコってお肉が新鮮で美味しいらしくて、お肉ってなんかランクがあるらしいんですね。日本のスーパーで普通に売っているお肉のランクとコストコで売っているお肉のランクってちょっと違くて、普通に売ってるお肉でもコストコのものはめちゃくちゃ上質のものらしいんですね。まあ、詳しくは調べてみたら分かると思うんですけど、あのそこまでお肉スペシャリストではないので細かくは説明しにくいんですが、まあ、とにかく本当に質の高いお肉が、まあ、低コストで買えるっていうことで、お肉好きな方はねあのコストコいいんじゃないかなと思います。私もそこまでたくさんお肉を食べるタイプではないんですけど、もう肌にもねお肉はいいっていうことでなるべく摂取していきたいなと思っているので、あの上質なお肉を摂取していきたいと思います。はい、本当に牛さんありがとうございます。続きまして、これみんな大好きだと思う、じゃーん、桜鶏大好き。これ本当に美味しいんですよ。なんかね初めて食べた時に感動した。特にこの桜鶏の同じシリーズの胸肉、私胸肉ってパサパサしててあんまり好きじゃなかったんですね。なんかそれよりかはももの方がプリッとしてて美味しいなっていう風に思っていたんですけど、私のこの胸肉の今までのなんかこう味のイメージを覆してくれたお肉になっております。すっごいしっとりしてて、えこんなに美味しいんだって改めて思ったぐらい、もう鶏肉ラバーになってしまいましたっていうぐらいすごく美味しいので、あのぜひ胸肉あんまり食べない方もね買ってみてください。しっとりしててね筋も全然ないしすごく扱いやすいです。包丁でね切るときもすごく柔らかくスッと切れるので、あの料理もすごくしやすいです。で鶏のこの
皮なしと皮ありが選べて、私今回皮なしの胸肉を購入したんですけど、皮ありも売ってるので、あの皮が好きな方はあり で皮はよくこう剥いで食べる方、剥いで調理する方は皮なしを購入した方がいいかなと思います。はい、まあ、同じシリーズの、桜鶏のももですね。これさ、よく見ると大きいのが4つもついてます。しかもこの中で確か2枚入ってたんじゃないかなと思うので、かなりコスパもいい商品となっております。これね、美味しかったの。ロースベーコンスライス、あれこれベーコンなの？なんかハムみたいな、ベーコンみたいな、あ、そう、これベーコンだ、ベーコンなんだけど、これはロースベーコンかっこスライスってやつです。ベーコンなんですけど、全然油っぽくないベーコンなんですよ。ハムみたいなベーコンっていうか、肉肉しい味のするハムみたいな感じなんですね。まあ、ベーコンなんですけどだからなんかちょっとベーコンって私油が多いイメージで、油っこくてこうどんどん食べてると胃もたれしてくる感じがあまり得意じゃなかったんですけど、これは油がねそんなになくて、すっきりした味わいで、結構ね一枚一枚厚みがあって食べ応えもあるんですね。すごく美味しいアイテムとなっております。これもぜひ見かけた方は、見かけた方はゲットしてみてください。はい、続きましてはこちら、じゃん、これ初めて買ってみました。超大きいですよね。生ハムです。なんか全部英語だから、なんかどこが何なのかわかんないですが、なんて読むんだろう、パルマハム、パールマっていうところがブランド名かな。パルマハムっていう生ハムみたいです。原産国イタリアっていうことで、まあ、イタリアの生ハムって聞いただけでなんか美味しそうですよね。よく見るとさ、一枚一枚こう生ハムがこうね区切られてるんですよ、一枚一枚。よく生ハムってスーパーとかで買うとさ、ペターってさ、ハムとハムがこういっぱいくっついてて剥がしづらかったりとか、剥がすとこう一枚ピロってなんないでこうビリビリって破けちゃったりとか、ちょっと食べづらい印象があるかなと思うんですけど、この生ハムはちゃんと一枚一枚間にこう紙が入っていて食べやすくなっています。結構ねこの包装も3個に分かれているので食べきりやすいし、いいんじゃないかなと思いました。美味しそうですよね、見るからに。そして野菜がですね、今回はこのオーガニックベビーリーフしか買いませんでした。まあ我が家はですね、こんなに買っておいて今更なんですけど、2人で住んでいるのであの野菜がね意外と消費しないんですよね。はい、なのでまあ野菜とかスーパーで新鮮なものを食べる分だけ買っていくということで、ベビーリーフのみ買ってみました。まあ、今回ね赤身のお肉、ローズとか鶏肉とかいろいろゲットしたので、そういうお肉と一緒にこのベビーリーフを食べたいなと思います。こういうねオリーブオイルと塩コショウのみでベビーリーフはね十分美味しく食べれるんですよ。結構ねこの食べ方おすすめです。これはみんなね大人気商品ですよね。スーパーとかでもよく見かけるんじゃないかなと思うんですが、オイコスのストロベリー味を購入してみました。私はねブルーベリー味が好きなんですけど、本物のブルーベリーを購入したので、オイコスはいちご味、ストロベリー味に譲りました。でもね今回ブルーベリー味店頭に置いてなかったかな。コストコにはいちごと、あとは無色のやつ、なんていうの、何にも入ってない、無糖って書いてあるオイコスが売ってましたね。その2種類だけだったと思います。ナチュラルチーズ、これも人気商品ですよね。これ1個開けてみようかな。じゃーん、こんな感じで、あの3つ、可愛くない？ 3つでセットになって真空パックされてます。3つだけなのですごい食べきりやすいサイズ感で、パンとかにねつけて食べたりとか、結構ねこれあったかくするとトロッとしてめちゃくちゃ美味しいらしいです。私これ食べたことないんですけど、すごいこれもね口コミが良かったので気になってて、店頭で見かけて購入してみました。ただ結構ねこういうナチュラルチーズって消費期限が早くて2、3週間で食べきらないといけないみたいですね。はい、そして最後こちら、じゃん、チャンジャです。はい、我が家ただいま空前の韓国ドラマブームでして、毎日ね韓国ドラマを2人で夜な夜な見てるんですけど、チャンジャがね食べたくなってしまったので買ってみました。これも多分これもね昔からある商品だと思うので人気高いんじゃないかなと思うんですけど、しっかりした韓国高級珍味って書いてあるので、結構こう韓国に近い味、韓国の味なんじゃないかなと思います。まあ、これは食べたことないので特に感想は言えないんですけど、結構な内容量も多そうなので頑張って食べきらないとですね。要冷蔵って書いてある。はい、
はい、ということで今回はこんな感じで、コストコで全部ね9万円ですね。いかがでしたでしょうか。すごく遠い画角での撮影なので肘をつきながらの説明でお見苦しくて申し訳ございませんが、こんな感じの動画でございました。ということで今回はコストコで約9万円分の購入品を紹介してみた動画でした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラム、ツイッター、TikTok もやってるのでよかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。